母桃母、皆さんこんにちは、桃母です。はい、動画が始まる前にみんなに言いたいことがあります。メリークリスマスイブということで、今日はクリスマスイブですね。12月24日。みんなはこの動画を誰と見て過ごしてるんだろう。誰と見て過ごしてるってなんか変な日本語だけど、まあいいや。みんな一人で見てるのか、家族と見てるのか、恋人と見てるのかわからないですけど、やっていきましょう。はい、今回の動画のテーマが、男子から送られて惚れる LINE。 はい、 LINE シリーズをねやってほしいみたいな方が結構いらっしゃいまして、確かに LINE ってみんなが使うものだから、まあこれを送ってきたら女子が惚れるっていうの男子がね分かればね、このようにリア充ももっと増えるんじゃないかと。リア充運動をひりやかしてます優しいなぁ自分ということでやっていきたいと思います。1、最近元気ないの？大丈夫？これね、なんかすごいね、大丈夫って心配される系の LINE がいいって言ってる子がめちゃくちゃ多かった。なんか元気なかったけど大丈夫？心配だったよみたいな、そういう LINE 送られたらキュンとするみたいなね。確かにこれ仲いい子から来ても、まあ、そうでもない子から来たら若干怖さはあるけど、でも心配されるってさ、やっぱりさ嬉しいよね。自分のこと普段見てくれたんだっていうなんか気づくし、で元気ないのなんでわかったんってでもなるし、なんかそれだけで、まあ、確かにキュンとするね。惚れるかどうかわかんないけどキュンとはする。うん。次、体調不良で学校休んだ時の、おい生きてる？これはめっちゃわかるって思った。なんかこのおい生きてるにはなんかなんかすごい熱くなった。大丈夫とか、今日どうしたのとかもすごく嬉しいんだけど、おい生きてるっていうあのギャグ要素はありながらも自分のこと心配してくれる感じ、それが嬉しい。なんか普段あんま LINE しないのに学校で絡むくて LINE しない子って言うじゃん。なんかそういう子から自分が休んだ日とかに、おい生きてるとか来ると、こいつうちがいなくて寂しかったんちゃうかっていう被害妄想なのかわかんないけど、そういう感情になるから、これは男子は送っといた方がいい。マジで自分の気になる子には、おい生きてるみたいな、とりあえず送っときな。その子がキモいと思うか嬉しいと思うかは別として、送っといて損はないと思います。次、俺東大やねん学歴か絶対学歴じゃんこれ、俺東大やねんってさどこで知り合った人なんだろうね、そもそもこの LINE も急に送ってくるのが。どこで知り合った人、これマッチングアプリかこれどこの学生なんですかって、あんまりさ、バイト同じだったらバイト先の人に聞くだろうし、俺東大やねんっていう相手が送ってくる LINE の部分が分かんないんだけど、一体どんな内容で俺東大やねんになったのかすごい気になるね。次、学校でも喋ろうよ。これは分かる。なんかさ、あのさっき言ったみたいにさ、 LINE はしないけど学校で喋るっていうパターンの逆パターンがあってさ、なんか LINE ではめっちゃ喋るのに学校ではあんま喋れないって多分あるあるだと思うんだけど、でもそれがさ、学校でも喋ろうよって相手側から言ってくれたらさ嬉しいよね。なんかその次の日の学校がすっごい楽しみだよね。なんかうわー、喋るタイミングの、なんかあ、おはようみたいななんか学校行くのがワクワクしちゃうよね次、辛い時に送られてくる、なんかあった？あ、これはなんか一番と結構似てるけど、やっぱみんな心配されたいよね。うん、気づいてくれるっていうのが共通して嬉しいなと思う。なんか大丈夫もそうだけど、なんかあったも自分のこと見てないとその LINE がそもそも来ないから、自分のこと普段から見てくれてるっていうこと自体が嬉しいから、いいね、うん、いいね次、君だけにしか言ってない、ももちゃんにしか言ってないんだけど実はさみたいなのでさ言われるとさ、もうめちゃくちゃ嬉しいのよね。なんかこの間遊びに行った時にさ、なんかこれももちゃんにしか実はあんま相談してないんだけどって言われた時めちゃくちゃ嬉しかったもん。なんかあー、この子ともっと遊ぼうって思っためっちゃ単純だけど、多分もう異性とかにそんな気になってる人とかに言われたらめちゃくちゃ嬉しいよね。なんか自分の大好きな友達にも言われて嬉しいから、やっぱ自分の大好きな人にそういうの言われると、あーなんかうちのことめっちゃ信用してくれるんだ嬉しいみたいな、いやもっと一緒にいたいわこのことっていう気持ちにめっちゃなるから、これは本当に共感する。だから言った方がいいよ、どんどん言おうこれは次、通話しようじゃなくて通話したいですって敬語で来た時、うわこれはわかる。え、なんかこれなん、え、これめっちゃわかるよね。普通のさ、なんか、あ、電話しようもう嬉しいんだけど、なんか急にさ、突然さ、タメ語だったのに、通話したいですとか来る、殺す気かなんか可愛すぎ、可愛すぎるんですけど。
けどってなるんだよね。なんか次ちょトイレついてきて、え、 LINE じゃなくてよくない？そんな LINE は男子と勝手にやっといてください。ということで今回の LINE はどうだったでしょうか。 LINE でね、男子に言われたら惚れるっていう感じだったんだけど、なんかでも確かにって思うやつがめちゃくちゃ多かった。なんか私的にめっちゃ共感したのはあの突然の敬語になるやつと、あとなんだろうな、あ、多い、生きてるもめっちゃ共感した。うん、それもめっちゃいいなと思って、学校でも喋ろうよもう嬉しい、まあ基本的に全部嬉しいな。最後省いたら、最後のちょトイレを省いたら基本的に全部嬉しいから、まあ男子で気になる人がいるなって思う人はもう存分にそれを使ってください。私的にめちゃめちゃ聞くのはね、これ〇〇にしか言ってないんだけどはめっちゃ聞くと思う。うん、私にはめっちゃ聞く。まあそんな知らんけどって話だけど、ということで皆さん